昨日と同じスタートやな、これ。今日も行くぜ！プレイ！ご覧いただきましょうかね。見てくださいね。これ、1、2、3、1。もう、こうなったらポーション。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。元気でいらっしゃいましたでしょうか。いや、昨日はですね、奇跡の連続。まあ、言うて結構、まあ、収録時間かかってましたけどね。まあ、エリトナがありゃ、あれぐらいは3日あるよっていうことよ。今シーズンも本当に奇跡的なバイオームの見つかり方してるんだけど、なんか仕込んでますか？はい、こちらのチャンネル。こちらのチャンネルは年末年始を除くほぼ毎日マインクラフト動画をお届けするチャンネルでございます。私は中野翔マグニー以後お見知りよろしくお願いいたします。だって服が同じ時は同じ撮影日なんだなって思っていただいて、結構でございます。あと髪型ね。というわけでね、今日もですね進めていきたいんだけども、実は昨日の動画のオチご覧いただけましたでしょうか。これですね、ウサギの足、これ実は必要なんですよ。進捗にね、でっかいの1個クリアするつもりでいく。それでは本日もやってまいります。ショータイム、オレイ。そう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 。で、裏でね、実はまあ、新しい猫がこう、生まれたの、ここに。スポン、自然スポンして。で、手名付けたらですね、5種類になりまして。あと、6種類でございますね。もう結構いろんなところがもう、いい感じに来てるんだね。冒険もあと1個だし、これもほんとコメントくれ。もうほんとみんなコメントくれ。要するに雷が鳴ってくれればね、ここと、ムーシュルームチャレンジできるので、相当話は進むんですがね。これ全ての種類のポーションの効果付与を同時に受ける猛烈なカクテル、これをですねちょっとやっていこうかということなんですよ。ご覧いただきましょうかね。もう一応ね下調べさせていただきました。いろいろとね、亀の甲鱗とかね、こう合ってんのかな、これで合ってんのかな。さあ準備できました、ご覧ください。この辺りですね、下調べした感じだとこれでおそらく大丈夫だと思う。で、次の箱にはですね水入り瓶と、ガラス瓶でネザーウォートですね用意します。ほいで、ここにできてあるやつがございましたので、そちらも出しておきました。これだからスプラッシュ化して全部スプラッシュ化させて一気にガン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 ってかけてしまえばおそらくクリアできるだろうと。で、さらにですね、もう一個ご説明すると、この猛烈なカクテルの先にもう一個えげつないのがあるんだけど、効果を全て受けるやつだったと思うので、猛烈なカクテルで使ったポーションプラスアルファでいろんな効果を受けなければならないという鬼畜進捗があるんですね。だから2つ作っておけばいいのよね。本当は2つ足りないんだけどね、ちょっとズルしたいぐらいえげつない進捗なんだけど、まあとりあえずこの3つを用意させていただきましてですね、早速まあポーション作っていってもいいんですけれども、足りないものがございます。そう、ガッツの涙、早速取りに行こう。このダイヤモンドの剣で倒すことで相当もらえますのでね。そんなにガストで、ガストちゃーん、ガストちゃーん、あんなレアなバイオームすぐ見つかったのに、ガストこんなに見つかっ、いいし、どこだ、どこなの、あ、いた、一個、ガスト、声だけじゃわからんぞ、ガスト、はい、ただいま戻りました、いた、ただいま戻りました。もうすぐ進捗クリア仕掛けの私でございます。皆様どうもお疲れ様でございます。地道な作業が始まりますよ。まずね、このね、攻撃を力のポーションをですね、こうやってまずスプラッシュ化させることで2種類はクリアできたことになります。弱化とだから力の、僕ブレイズパウダーはいらないでしょ。でね、調べたところによると、皆さん回復だ、即時回復あるじゃん、回復のポーションで、即時ダメージの負傷のポーションあるじゃん、ここは関係ないんですって。なんかこう、要するに効果が持続するもんじゃないから、この2つは除いて13種類のはずなんですね。じゃあ作っていきますね。ガラス瓶くん、水汲んでくるわ。しはい、ここは完成してんだけども、よいしょ、ネザーウォートで奇妙なポーションにまずは変えておく。いくよ、ここがまずはマグマクリームを入れて、やる。で、ここに金の人参入れて、もう一個金の人参入れます。ガストの涙、はい、できてってるね。じゃあここがもうできると思うので、これができたら、ここに発光した熊の目で、透明化にするでしょ。で、耐火のポーションにスプラッシュ、暗視のポーションにスプラッシュ。で、ここにもスプラッシュを入れて、あ、ちょっと待って、入れすぎたか。どっちか。どっちか。どっち、
あー、余計なこと。ここが再生のポーションに火薬でしょう。で、ここができたから透明化に火薬でしょう。で、ここは、ここがアンシスプラッシュができた。アンシスプラッシュができた。そしたら、ここにまた3つ入れて、ネザーウォート。で、これが、耐火ができたら3つ入れて、ネザーウォート。何かすごく面白くないものに付き合わせてる気がしてしまってるんですが。で、ここは再生のスプラッシュを出して、こうする。で、ここに、再生、透明化、耐火。もうこれ今で、ね、H6 種類できてるわけですね。砂糖とウサギの足、ファントムでしょ？で、フグでしょ？まあ、この4ついこうか。砂糖、ウサギの足、ファントム、フグ。はい、火薬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 。見てくださいね。これ、1、2、3、1、2、3、1、2、3。これで今9種類。じゃあ次こっちに、10。あと3種類ですね。亀の甲羅でしょ？あ、雲の目だ。単純にこれ毒のポーション作ればいいんだ。ほんで、砂糖に発酵の着物、雲の目、雲の目。で、鈍化。鈍化も作んないといけないのよ。あ、ここに亀、あ、ちょっと入らない。え？違う！鱗と甲羅はまた別か？じゃ、毒と、砂糖作って、亀の甲羅って要するに、ヘルメットのことだね。いや、本当に？え、これで使えんの？これ。いけちゃったよ。いってらっしゃい。一時期世話になったけど、いってらっしゃい。で、毒のスプラッシュ化で、ここ、俊敏のポーションの上に、これを入れることで、鈍化になるはずなので、鈍化にさせるでしょ。で、これが、亀使いになるでしょ。これにはですね、耐性が含まれてるんですよ。皆さん、耐性が。ここに最終的に、もう全部作っちゃうからね。ずっと、今日も科学者だから。で、こっちが今、スプラッシュになろうとしている。揃ったんじゃないの？おやす。皆さん、片付けも済みました。じゃあ、あとは一気に、ポーションを浴びるだけでいいんですけど、あとスプラッシュポーションってそういえばさ、効力弱まったよな。長さが。ちょっと失敗したかもしんない。じゃあ、その前に、エルトラの IQ を回復しよう。あ、そういえば、蜂蜜入り瓶も。あれ、関係ねえわ。お腹空いて食べたことになんないとダメなんだな。では皆さん、最終的にポーションを浴びる場所なんですけれどもね、どうしようかな。ここでいいんじゃない？いいですか皆さん。心の準備はよろしいでしょうか。13種類の、ここに展開して、俊敏。鈍化、タートルマスター、毒、跳躍、低速落下、水中呼吸、耐火、透明化に再生、そして、暗視弱化、力。はい。これを、全部ここで、下のまず手持ち全部割って、あとの4つ割った瞬間に進捗をクリアすることができると。これやってから説明するわ。いくよ。参ります。すごい。今ならあいつらを余裕でやれる気がする。浮遊してて全然攻撃ができない。いかんよ、再生もついてんだぞ。ああ、びっくりした。そうか、透明化だった。じゃあこの人たち回収して、よいしょー。ああああああやばい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 。もうこうなったらポーションでボコボコにしてやるよ。ちょっと蜂蜜飲んでみるかな。食ってみるかな。おお、増えへんのかい。どうだ。よしよしよし、増えた増えた。違うって、もう進捗にとらわれし男ねえ。見つからないんですけど、せめてもうちょっと見つけやすいシステムを考えていただけないでしょうか。
せめてもうちょっと見つけやすいシステムを考えていただけないでしょうか。